はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はメガネ登場を使って、やっていきたいと思います。その前にですね、まずメガネ登場ちょっとね PSR 開放してからサクセスの方をやっていきたいと思いますので、まず PSR のメガネ登場ですね。母体となるキャラは今のところ、この4体いて、まあ、通常のね SR のプラゴ と、PSR の通常の登場と SR プラ1の、登場とメガネ登場が1体ということなんですけれども、まあ、このね通常の SR プラ1の登場はこれまあプラゴになって食わせるという方向で、やっていきたいと思うので、まずプラゴの通常登場と、PSR の 50%、 あとメガネ登場の方はこれプラゴまで育てるっていうのは、まあ、こっちを育てればいいんでね、あまり現実的じゃないと思いますので、今回はこの3体を、食わせていきたいと思います。1体ずついきます。左から行く絶対解放する 100% からいきますか。まあプラに解放するかどうかだよね。じゃあメガネ登場 PSR に、通常の SR プラゴこれを食わせていきます。これ1回強化しましょう。2、2、1 最悪1で終わる可能性があるからな。じゃあ PSR の通常登場、これは、バージョン違いなので、バージョン違いの同レアリティの場合は解放率が 50% ですね。じゃあこれをやっていきましょう。メガネの力を解放しろ。おお、解放した、よかったよかった。で、じゃあ SR の 30% もこれも食わしちゃいましょう。うまくいけばプラ3まで持っていけるか。 30%どうよー、解放しなかったね。というわけで、現在プラ2なんで、一応42レベルのところまでは持っていけますので、練習効果アップ10がつきますね。で45になると、練習効果20で、50レベルになると練習効果アップ30がつくんで、まあ、ちょっとね、いつになるかは分かんないですけど、気長に、練習効果アップ30がつく50まで育てていきたいと思います。今回は、このまま42レベルの、登場を使ってサクセスをやっていきます。というわけで、高校は名教高校でやっていきます。ショートですね、ポジションは。でデッキの方はお持って持ってがついてるけど意味ない、今回は彼女キャラ入れてなーいルナちゃんね、二刀流の方連れてきてます。で今回ルナちゃん連れてきたのは、まあ多分動画ではルナちゃん野手で使うの初めてかな。でコツでねハイボールヒッターがあるので、メガネ登場とね、相性いいかなと。怪骨になりますので、メガネ登場は通常登場と違って金徳が高級筆打になってます。で、メガネ登場はまたコツの方もね、アンダー製造機、まあ、いわゆるアベレージヒッターと競争心が、追加されて、まあ、競争心持ってるのでね、音符の赤の、まともともいいかな。で、まともね、パワーヒッターとアベレージヒッターがあるんで、コツはね、本当にいいんですよね、まともは。まあ、あと、ズキってならなければ。で、あと、ショートなんで、魔術師取りたいので、裏が連れてきてます。あとは星空星光くんは単純に技術要因ですね。まあ、金徳も今回は、大盤狂わせを取っていきますので、そんなに経験点は使わないかな。とあとは、まあ、名教で使うときは大体入れてる雷ですね。まだプラ3なので早くプラ5にしたいですね。まあ、一応こんな編成で、やっていきたいと思います。もうモテモテはマジで意味ないな。で練習の方はすっげえばらけてんな。んー、まあいいか、メンタルからやっていこう。人が多いところで評価上げからやっていきます。あ、そう、あとね金徳はね、できればねシナリオ金徳でアイコンタクトを取りたいんですよね。これで魔術師とアイコンタクトが揃えばかなりいいんだけど、最初はどうしようかな。窮地か、窮地もなヒートアップの骸骨になるんだけど、野球マン1号か。ま、最初ね音符1のやつは多分2つなんだよね、できて1つ余っちゃうんだよね、音符が揃ってくるから。ちょっと野球マンでいこう。コツにするか、まあどうしようかな。ちょっとこっちでいくか、音符を揃える方で。レベル1のね楽譜はそこまで経験点が高くないんで、まあ、コツを優先してもいいかもしれないんですけど、まあ、登場とかのねコツが来てたら
そっち、あ、浦賀の魔術師も抑えておきたい。東条、雷か、いいところにいるね、やっぱり雷は。ここ監督の評価も上げて、雷コツをくれ。よし、キャッチャーいらん。ちょっとね、ここがネックだよね、雷は本当に。まあ、ただね、そのキャッチャーコツを取っていくっていう人にとってはさらにプラスになるからね。まあ、俺はちょっと通常の内野手とか外野を作ってる時はキャッチャーコツは取らないんで、いらないってなるけど、ここ3人悪くないね。浦和魔術師が欲しいけど、浦和はちょっとコツが多いんで、練習か。まあ、ルナちゃんはね、二刀流の場合はエピローグポイントをくれるので、まあ、最後のエピローグポイントはいいとしても、なんかいいのがない。2個にするかコツにするか、まあ、コツでいいでしょう。クリスマスの経験、ね、お正月の経験点がなくなるんで、そこをどう埋めていくかですよね。メンタルになんもないな、もうここ寝ちゃおうか。一応ね、お守りが必要ないんでドリンク持ってきてるんですけど、さすがにここで使うのはもったいないでしょう。で、雷の金徳1回目。あとね、この編成割とね、回復イベントもね多いと思うんですよね。まあ、最初に揃わないのはもうしょうがない。3を揃えに行くか、それとも東条のコツを取りに行くか、ちょっと監督評価も上げていかないといけないんで、ちょっと東条行きましょう。何にも本当は揃わないけど、コツだったら本当にゲー。何が来てくれてもいいんだけど、組んなかった。ここはなだめておこう。友沢も回復と。まあ、最初はね、もう全然揃わなくてもしょうがないよ。一応狙いには行くか。赤を開けるよりはちょっと紫を開けておいた方が確率的には多分大きいからね。で、月に向かって打てのメガネバージョンですね。ここら辺はね、体力がね減らないのがいいっすよね。最後はちょっと体力減っちゃうんですけど。さて、持ってを盗め、これは経験点重視でいきましょう。やる気が下がるけど経験点を狙いに行く。で、コツ、ルナちゃんか。まあ、ハイボールヒッターとかもな、欲しいは欲しいけどな、最後に揃えられるんだよね。3はでも60か、でかいね、やっぱでかいね。1でも結構でかいわ、経験点。3、4まで揃えられるとそれなりにもらえるか、やっぱり。で、次はブレインマッスルいきますか。何も揃わないけど、どうする？1個もらいに行く。いやー、キャラがいるところがあれだな。よしよしよし、回復。まあ、ありがたいはありがたい。お、メンタル、しかも登場。こっちくれー。よし、広角打法。アベレージヒッターはちょっと別の人で掴みたいよな。これはね、まあ、メガネイベントなんですけど、メガネイベントってなんだよって感じだけど、まあ、最初の方に起こってるんで、これね、いいやつが取れる可能性がある。取れなかった。で、意外性のね、コツも取れるんで、星空星光くんの骸骨になりますね。で、リナちゃん、二刀流を進めていきましょう。で、メンタルで揃えられると。まあ、これはどんどん揃えていこう。ダンジョンか。彼女キャラがないたらな、ダンジョン良かったんだけどな。はるかちゃんとか連れてきてダンジョン使いたいよね。ダンジョンはね、イベント経験点アップがあるんで、クリスマスの時とかにね、すげえ効果を発揮しますね。12月のクリスマスのところで使うと、お正月もプラスになって、バレンタインまでギリギリプラスでいけるんで、結構でかいんですよね。で、ここどうする？まあ、メンタルで揃えながら行くか。この2人が乗ってないけど、まあしょうがない。音符優先でいこう。あー、ここは一番上、チームメイト評価上げていこう。体力がマックスなんで、あ、ついでにやる気も上がったわ。
これがいまいちよくわかんないけど、まあいいや、一番上にしとこう。お、いいね、コツと人がいっぱいいる雷コツをくれ。キャッチャー以外で送球、よしよしよし、北風と太陽か、どうしようかな、精神足りるかな、雷を入れてるから大丈夫だとは思うんだけどな。俺らの評価を別に上げる必要ないんで、ちょっとまんべんなくもらっときましょう。評価下がってもいいよ別に。お、メガネ登場、うお、さすがだね。まあブレインマッスルの筋力レベル3っていうのはあるけど、あ、これここにしようコツだけど何もないからこっち、星空星見作って、裏は技術はやっぱりだいぶ伸びるね。大平楽、あれこれ1曲目できればな、アイコンタクトだからパワフル13がアイコンタクトなんですよね。東条とルナちゃんもそうだったかな。これを3回目に持ってくることができれば OK。 まあこれは雷だな。早球骨は5で掴みたいからまだ置いておきましょう。コンプリートしたわ。で窮地キャッチャー、まあいいや、もうこれでキャッチャーが来ることはない。さて友沢の1回目で浦賀も進んできましたと。でそう、ここね、これなんか四角押すと見れるんですよね。俺全然知んなかったよくみんな知ってるよねこういう情報。どうしよっか、特になこれっていうコツがないね。ちょっと待って、ここで見ればいいのか。紫紫青、紫紫青、守備で取れるか。ここはじゃあちょっとあんまりコツ的には美味しくないけど、よしここで行きましょう。太平楽はまんべんなくだね。星空星光くんもくれましたと。パワフル9、おーわー失敗した。まあ、別にいいけどさ。で3曲目か、ここが揃えられるね。揃えられるけどな、星空星光がもらってある。悩む。東条から楽譜をもらいたい気もする。太平楽無理をして揃えるあれではないんだよね。東条広角打法はちょっと潰しちゃおう。なるべく他のコツを取っていきたいからね。ちょっとこれはあれ、そうだよね、次3曲目でいいんだよね。うん、3曲目、あ、ローボールヒッター、そう、浦賀のローボールヒッターがあれか。今思ったらルナちゃんのハイボールヒッターのコスト、なんていうの、逆になっちゃう。すっげえもらえんだけどコツ経験点アップがあるからか。お、いいところでメンタル来てくれたね。じゃあこれはここでいきましょうか。でクリスマスはね、特に回復とかはないんで、よし、これで東条から体力を奪われないっていうのが結構いいな。今体力奪われたらきつかったよね。あー、さすがだよ雷、これはいい、やろう。てか技術がちょっと溜まってきたね。で天空中央、天空中央もね、敏捷を稼げるんで、そこが結構いいよな。うん、まあまあまあ悪くない。大凶はね、本当に赤徳がつくからね。さて何にするか、スカウトさん評価を上げていきましょうか。ちょっと待って、ちょっと待って、一旦揃えられるのを揃えていこう。敏捷がね足りなくなりそうだから、総力アピールできましたと。ちょっと全部いいにしておこう。でこれを見るとやっぱ技術がちょっと余ってて、意外に精神足りてないか。ちょっと精神は気を使った方が良さそうだね。ここはスカウトさん評価上げつつだから、これで残り2ターン、うまくいけば揃えられる。
精神にいいのが来てくれると助かるんだけどな。ちょっと体力的に2回連続で練習できる体力があるかって言われるとちょっと微妙。ここがいいけどね。まあこれでいくか。最悪カロリーは1回使おうか。微妙な体力量だよね。あ、これ減っちゃうんだよね最後だけ。まあ、経験点もかなりいいですね。42、42で80くれるんで。よし、揃えられるは揃えられる。メンタルで揃えられるね。これはまあでかいな。ただ友沢か。あ、違う違う、ダメだ揃わないわ。雷、どうしようかな。1個使っちゃってもいいかな。揃えられるときに揃えておきたいよね。雷か。ちょっと雷コツ欲しいから。あ、しまった、カロリーバーじゃなかったんだ。今日マックスパワードリンクだじゃあメンタルで回復して最後回復しよう。ちょっとそれでいきます。いや間違えた、カロリーバーを持ってきたかと思ったら、そうだ、ドリンクの方だったんだ。でこれで OK。 長尻合わせは潰しましょう。裏側のコツになってるんで、とりあえずここは通過したか。もう友沢とかね、本当に安定の好きだからね。意外性も1でいいよね。ムードは取るでしょ。で帳尻合わせ取って、よし、守備職人が欲しいね。アイコンタクトはいけるのか。1回目でちょっと1個揃えたいからな。どこ、こうこうか。青青緑赤。あ、守備連でいけるね。青緑赤でしょ。ちょっとやろう。招き猫は来たけど、練習効率アップ的なのが両方発動してない。で例によってね、あ、友沢来てくれた精神で回復しながらとも考えたけど、ちょっとここは回復できます。だいぶ回復するからね。まあ、ただ経験点とかにはならないんですけど、まあ、体力があるときは体力アップを狙っていけばいいんで。青を揃えるのがちょっときついか。これだと多分バウンサー1人しか入れてないんで、他のみんなに頼るしかないな。これは失敗してないよしお、矢部くんありがとう。やっぱり親友だな君は。よし、総力で、どっかでやっぱり一回メンタルを挟まなきゃダメだね。あ、やったやったやった、回復しよういいところで来てくれるよ。道場のね、通常イベントがほんといいよね。でここはね、もうほんと音符でいこう。ここか、これだね。青2つか。揃えられるかな。道場ちょっと回復します。んー、ここで揃わなかったか、ちょっときついな。いや、青1個しかねえじゃん。獲得評価上げてこう。ここで3ターンかかったってことは、おお、体力が奪われた。残り2ターンってことでしょ。これはもうメンタルだね。ちょっともう経験点とかは度外視して体力を回復させつつ、残り2ターンで揃える。2回練習したいから、これも回復でいこう。ドリンクがあるといえばあるんだけど、無理はさせない。安全に行きます、安全に。お、守備力上げてなかったけど、まあいっか。やっぱり一発じゃ揃えないよね。いや微妙だな、微妙だね。青青赤か。友沢が絡んでくれて、さらに誰か来てくれればっていう感じだね。あるあるある、よしよしよし、おお、ギリルナちゃんが赤連れてきてくれたな。ちょっと待って、また技術が余りそうだ。で精神が足りてない。やっぱり肩上げてちょっと C にしとこう。パワーも C くらいまで持ってける。で守備で
精神だね。そうすると足りてないのが技術余るな。アイコンタクト取れたんで、ちょっと精神を気にしていこう。で、精神が取れるやつどれだかよくわかんない。一個ずつ見て、ダンジョンって何？これじゃなくて、精神だけない。精神くれ、俺に精神をくれ。ない。怒り守るのテーマか。多分筋力にすげえ寄ってるよね、多分だけど。窮地持ってるっちゃ持ってるね。あ、競争心があんじゃん。これにしよう。結局コツに釣られるっていうね。まあいい、まだまだもう一回楽譜をもらえるチャンスがあるかな。うーん、まあ、ここだな。ちょっと次音符次第では、あ、これなんか精神が欲しいんだけど、矢部くん敏将でしょ、大声くんは多分筋力だよね、で伊能はなんだろう、技術かな。で紫藤さんもでも技術くれそうだけどな。紫藤さんにしてみよう。お、精神だ、やったー。揃えられる。敏将じゃなくてどうしよう、飲もう、これはちょっと飲もう。6リング、よし全開。さて、じゃあここできますか。あ、これ金冠、意外性だった。まあいいか、土管にすればあれか、あっ、打ちで、ここはちょっと下、上だと勝負し、下だと大盤狂わせ。あ、そうだ、最後体力減るんだよね。でも結構精神くれたね。うーん、ちょっと精神があんまり働いてないな、これすげえな。え、これすごくね、なんで。でも1個しかない。え、音符がちょっとしょぼい。いいや、もうこれで経験点に目が膨らむ。ちょっと揃えらんねえかな、激闘第一。いや全然ダメだ、これだって死んじゃうよやったら。いや、これ無理だ、ちょっと無理無理無理、寝よう。天空中央と立花か、精神系の楽譜が欲しかったな。やっぱしらすだよね。そうすると全然揃わないんだけど。いや、ルナちゃんからちょっとコツもらっとく。アベレージヒッター最悪直撮りしてもいいかな。来たから、これは絶対潰そう。もう3で、さてここはもうお任せしちゃって、じゃあアベレージヒッター取っちゃいますか。それなりに経験点はくれるか。あ、これ体力回復になるんだね。そういえば、いや全然ないな、紫が全然ないのか。ルナちゃんすげえな、経験点はくれるね。パワフル13、あれ、パワフル13って今何個目。体力ないんだよな、下にしとこう。アイコンタクトかぶった気がするな。ま、別に2個取るのは厳しいからね。でも、あ、アイコンタクトかぶってるね、やっぱり。まあいいや、別に。ここら辺なんか全然違った、精神くれるかなって思ったけど、精神系がないんだけど本当に。残り1ターンか、死んじゃうからな、また寝るか。で、楽譜を変えよう。え、これ何がいい、ちょっと断ろう。矢部くん、よし、いいね、精神。
さてそれでアイコンタクト狙いに行ってみる。青緑赤さっきも言ってたな青緑赤いやないな青緑赤はないないからやっぱりちょっと精神が少しでももらえるやつ明鏡でいいやまんべんなくもらおう。3個筋力だと精神が稼げるのかで、できれば次回復できるか精神で揃えたいけどんーないねないけどさっき回復できたからいやルナすげえな何こいつ95と32ってめっちゃくれんだけど、まあ、タック 120% のやる気効果がなんちゃらだからね固有のねやる気効果アップがね精神ボーナスだったらねかなり強かったんだけど俺は何にくれんだっけ2号おお精神くれる。ちょっと待って筋力やたらくるな。まあいいや筋力でも一応精神くれるからね。メンタルいやメンタルでいこう。ちょっと揃えてで筋力がまたできると268とかマジか当初ルナお前らこっちはちなみにえマジでこれ筋力あんまでもパワーヒッター取ってないんだよね。パワーヒッター最悪直取りになるかで残り4ターンでしょ残り4ターンってか残り3ターンでしょ揃えるの1回精神挟まないと無理だからあれこいつまだ2回目ちょっと危ねえなイベント的に寝るかちょっとメンタルでとも思ったけどさすがに体力がなさすぎるで残り2ターンにかけようよしチュンチュンが出たね今回ちょっと寝てばっかだなで魔術師も多分直になるかそうするとパワーヒッターいや直で取ろうメンタル値もそういや骸骨取れてないからちょっと重めだねまあしょうがない取っちゃおう大盤クラスよ。オッケー。さすがに軽いね。高級質だもん。いや、骸骨がなんか全然揃えられてないな。魔術師も一応置いとくか。これ、切磋琢磨もないし。アイコンタクトはね、もともと骸骨ないんで、このちょっともう取っちゃう。無理だよ。もう一個のやつは揃えられないんで。まあ、ただ、一応欲しいものは、割と揃ってはいるかな。まあ、パワーヒー直取りしたとはいえ広角打法も取れたんで、まあ、打てて守れる選手にはなりそうだね。ちょっと走力がどうかなっていうのはあるけどスプリットは打ちづらいから嫌いなんだけどな。おいよし。軽い球とか何軽い球のくせに持ってけなかった。ここでね雷がね試合経験点持ってるともうちょっといい感じにはなってくれると思うんだけどここ候補だね。総力にするか筋力にするかぶっちゃけ筋力はもう余ってんだよね。どっちも同じだからね。楽譜的にはスカートさんいるしこっちにしよう。赤がねやっぱりちょっと鬼門なんだよな。おしある。おーメンタルにあるね。しかも登場かコツをくれ。とにかくコツをくれ。競争心コンクリートでタイエース練習。タイエースかそういえば
あれてかさ、ルナ来てなくね？ルナ終わってないよね。もう7月の3週なんですけど。タイエースがある。タイエースせっかく取ったのに。だってこれ7月の3週が終わって、次前エビが起こんなかったらもう無理だよね。お待たせ。共に。まさか完走できないとか悲しいな。バッター内堀投げた。あーっと、いったー。と言ってもさ、別に4回の裏名強イベント数的には普通だよね。やばいなちょっとこれ。第2球、そもそも勝たなきゃ話になんない。投げた。打ちました。痛烈。1点ずつ稼いでいくしかないっていうところが。おお、爆発した。打線が名強攻撃に入ります。しかし攻撃の手は緩めん。きたー。いったー。いつ大量失点してもおかしくないから。攻撃に入ります。先頭バッターは内堀。ちょっと待って、振り遅れた。ライトを取りました。危ねえ。ルナ、ルナ。お前の二刀流はこんなところで終わるのか。ルナ。終わった。いいよ、お前気合い入れなくていいよ。ゲー、ルナ完走できなかった。悲しいぜ。どうしようかな。回復力アップがあるからな。技術いらないはいらないよね。もうどうなの、ちょっと揃えてく。 B くらいに揃えてこう。臨床何気に減ってる。あ、精神か。でもやっぱり精神臨床が若干足りない。筋力が余ってるね。筋力はだからもういらない。でアイコンタクトとかもうこのあれだと絶対無理だから。臨床技術、精神、筋力系もマジでいらない。どれに偏ってるかっていうのがよく分かんないんだよね。技術、臨床、回復力あるか。ちょっとこれにしよう。よし、 OK。 一応全部発動した。あ、メンタルガールやろう。よしよしよし、技術寄りだね。ちょっと敏捷が少ない。ってことはあとコツを優先してもいいか、揃えるよりは。お待たせ。だーい。いきなり3点取られてんだけど。それを一気に同点にする。ちょっと待って、もう5点取られてんの。誰ピッチャー、伊能か。多分先発伊能だよね。第2球投げた。打ちました。打たれると多分ルナちゃんが出るって、そういうパターンだと思うんだよね。あ、もうルナちゃんに変わったし。名強リードで迎える5回です。鉄砲塚はね、割かしね打ちやすい。名強まだ投げてるし。チャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で内堀、今日6打点を挙げています。大丈夫かな、とりあえず。お、危ねえ、本当に危ねえわ。最後ルナちゃんで臨床ポイントは多めにくれるのか。あー、いいね。やっぱ強いな、星空星光くん。最後なんか揃えられるかな。うー、筋力がマジで余ってんな。なんかある？やたら筋力使うの。プルヒッターとか全然いらないからね。タイヤタイでも取っとくか。高級室だ。いや、まだまだ置いとこう。対エーサーも5だからいいや。一応魔術師も置いとこう。最後の最後まで、最後の最後のコツを諦めない。競争心もだから置いとこう。打球伸び取っちゃってもいいかもね。窮地はもう誰も持ってないから、一発逆転か。これ取っとこう。よし、これでいきます。
2回の裏明鏡攻撃に入ります。この回の先頭バッターは内堀。第2球投げた、打った。第3球を投げた、ボール。カウンター2ボール1ストライクです。投げました、来た、いった、入った、入った。さあ追加点のチャンスを迎えました。当初メガネのセーブ、ランナー1塁2塁という場面で内堀。第2球、よしよしよし、今回は抑えてるね。まだヒット1本しか打たれてない。今日2打席連続でホームランを放っている内堀。たまにさ、でもなんかこうフォアボールとか出すからね、自分がピッチャーやってると。内堀ヒットを放つ。自分がピッチャーめっちゃ点取られてる。名強リードで迎える7回です。2アウトランナー、打っといてよかった。いや、まだわかんない。こいつやつか持ってんの。投げました、めっちゃすげえな。打った、引っ張った、切れていきます。今持ってけなかったのが投げました、痛い。あー、入ってきたか。ストライク、バッター追い込まれました。投げました、よし、OK、痛烈、いった、入った。ガー11対8とか、悲しすぎるなんなのこう。相手、それは友澤いないのに、どうですか、悔しいですかって、これは悔しいよね。いや別にさ、もうなんかなんだっけ、エースキラー取れなかった段階でちょっと諦めモードが入ってんだけど、打開、7800、だいたい8000前後なんだよね、名強って、まあ、8000超えるくらいで、うまくいくと9000に乗るっていう感じだけど、精神だな、やっぱり。ちょっと精神を使わない、肩を上げるか、肩 S にしとくで、かつちょっと速球は2にしとこうで、あと金徳一応押さえときますか。割と投げやりになってきたもんはい、魔術師、はい、あ、間違えた魔術師、はい、なんだっけ、アセスタタクマネ、はい、なんだかんだでいい感じでさばけたな。打開取れなかったね。なんか、いや、もうこれでしょ。うん、取るのがない。筋力ちょいちょいちょいと上げて終わらせますか。まあこんな感じですねちょっと最後投げやりになっちゃいましたけど、まあルナちゃん完走できなかったのが一つあれかなと。なんか最後11点取られてね、負けちゃいましたけど、まあ、だいたい名強はこんでくらいで落ち着くかな。まあ、8000超えるくらい、まあ、甲子園優勝できて8000超えるくらいといったところですね。あともうちょっとね、東条が、練習区間20があるともうちょっとだけ伸びるかなと。あと雷がプラゴになって試合経験点が伸びればというところが、ありますので、まだまだね、デッキのパワーは伸びそうな感じがするんで、まあ、名強高校は普通に強い高校だと思います。まあ、アイコンタクト取れたのは結構でかかったかなというところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。